はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園農業に来てくれて、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、本日撮影日1月2日になるんですけど、昨日ねちょっと元日、久しぶりになんですが吉村農園の方もね営業、お休みいただきまして、もう10年ぶりに僕元日ね休みました。しっかりと寝てね、しっかりと仕事はちょこちょこしてたんですけど、こんだけね元日なんか休めたのも本当久しぶりだったんで、なんかリフレッシュさせていただきました。今日からねまた気持ち新たにちょっと頑張っていこうかなと思います。で、今日の動画のテーマの内容なんですが、去年も同じこれ企画やったんですけど、大晦日から元日まで私のですね48時間をね、Vlog という形で撮ってきましたので、そちらちょっとご覧くださいという形になります。では早速行ってみよう。はい、おはようございます。本日12月31日大晦日になります。で、今日からですね、大晦日から元日まで、去年も同じ動画撮ったんですけど、やっていこうかなと思います。でね、今日ね今ここに来てるのは収穫用のハウスなんですけど、ここのハウスを今から収穫していきます。まあまあ撮れるんじゃないかなと思います。こんな感じですね今ね。はい、とりあえず撮っていこうかなと思います。はい、ではですね、今ね絶賛収穫しているんですけど、大きいイチゴ見つけました。はい、こんな感じ、大きいです。ちょっと 手と比べるとこんな感じ、手と比べると手がでかいからよく分かりづらいかな。あとね、反対側こっちにもね大きいのが、はい、なってます。ちょっと全体も取っときますか。こんな感じで、苗の様子というかね、こういう感じです。はい、ではですね、とりあえず収穫1等分終わりました。ここで何個だろう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10トレ取れましたね。あとね2等ほど今日は取っていきます。はい、松谷さんだけ。いやー、すごいですね、いい感じです。松谷さんあるんで、松谷さん、いっぱい取れてますんで、はい、今日も一生懸命詰めていきましょう。はい、はい、ではですね、例えば時間10時半ぐらい、はい、全部売り切りましたんで、ここから箱売りやっていきます。はい、ではですね、ただいまハウスの方に来ております。お店の方はね、先ほどもちょっとお話ししたんですが、いちごの方売り切りましたんで、管理というよりは今からですねちょっと予約注文が入っているものをね、今からこちらのハウスで収穫していきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと休憩です。はい。で、今ね、おすすめってわけじゃないです。僕がね、普段飲んでるちょっとコーヒーのご紹介です。これ需要あるかわかんないですけど、こちらね、はい。こちらのコーヒー、ファイヤーさんで出て、ファイヤーさんなのかな？ちょっとわかんないけど、なんか、違う。あ、キリンですね。キリンで出てるファイヤーの、このブラックコーヒー、ハマってます。昔はね、っていうか、最近までは、ボスの、ブラックも飲んでたんですけど、最近はこれ飲んでます。はい。これ美味しいんでね、ぜひね、ブラック好きな方、飲んでいただければと思います。はい。ではですね、今、こちら、ハウス、収穫用のハウスに来ています。で、ちょっとね、朝、ちょっと、お店の方の作業を、というかね、接客なんかしてたんで、朝はハウスの方、ちょっと開けられなかったんですけど、今ね、こちらのハウスは、片側換気、内張りの、こちら側がね、ちょっと開いていて、逆の内張りは開いてないんですよ。で、外をね、こう見ていただくとわかるんですけど、外の逆側が開いてると。で、今ね、時間帯11時ちょっと回ったところなんで、ハウスの温度もね、だいぶ取れてきたってところで、ここからは、涼感器に戻していく。戻していくって言っても、開けるのは、こちらの、こっち側を開けて、で、換気をしていくって感じで、涼感器にちょっと戻していきます。はい。ではですね、ハウス開け終わりました。2回目のハウス開けでしたね。で、一応ね、ここのハウスだけは、スカイベリーなんで、これは片側のまんまですね。片側換気のまま。ただね、外はこれだけしっかり開けてます。多分ね、今日天気いいんでね、これだけでも、ハウスの温度はすごく高くなっちゃうんで、最終的にはこっちも少し、外ね、開けるような感じには持っていこうかなと思うんですけど、非常に天気がね、ここ最近安定してるんで、ハウス内の温度も非常に取りやすくなってるって感じですね。ここは普通に涼感器に戻しましたね。はい、ではね、今、お餅ついたやつを、
これはこれ何人分ですか。これちっちゃいし。これ何人分なんですか。こんなの表面漫才だ。まああとお餅こんな感じで今切ってます。はい、はい、こっちにもあるんです。うん、いっぱいあるよ。いっぱいありますね。いっぱいお餅食べられますね。はい、ではですね、次は背負い豆腐で、陽明散布行っていきます。多分去年の31日も多分ね、陽明散布やってたと思います、記憶としては。で、今回かけるのこれマグショットね、かけていきます。で、うちの場合はね、この背負い豆腐の方がコンパクトにかけられるんで、まあこれでね、細かく、かけていくって形で、今日は一応ハウス4とかけていく予定です。はい、ではですね、陽明散布終わりました。こちらのハウスはスカイビリーのハウスになりますね。はい、こんな感じです。うっすらちょっと葉っぱが濡れるというかね、こんな感じでさーっと掛けをしております。はい、とりあえずね、お昼になるんでお昼食べてきます。はい、ではですね、本日のお昼はこちらです。はい、こちらです。こちらはい、うん、まあ大晦日だけど割と質素なのかな、これは。質素じゃないと思うけど、まあ、こんな感じですね。このお味噌汁は、なんだろうね、ちょっと飲む予定はないんですけど、こちら、はい、こちら食べていきまーす。はい、ではね、本日、とりあえず、先出しでこう出すやつのイチゴ、また取ってきました。こんな感じでね。はい。まあ、とりあえず、これ、梱包していきまーす。はい、ではね、こちら、今ね、4パック取ってきたイチゴなんですけど、今年から一応吉村農園の方では送りの場合ですね、ちょっとね、全部が全部ってわけじゃないんですけど、できるところこの4パック、小さいパックのやつはこんな感じで、こうラベルの上に緩衝材を入れてこう巻いてあげて配送するって感じでやってます。今年からの試みですね。で、これね、ツイッターとかね、インスタグラム見てたら農家さんが、他の農園さんがちょっとやってて、吉村農園の方でもちょっと真似して今取り入れています。これすごく丁寧ですね、ここまでなってるとね。はい、ではですね、こちら圃場、スカイベリーの圃場の方に来ています。今ね、こうシャーっと落としてると思うんですけど、灌水ね、今行ってます。ここ最近非常にね、天気が安定してるってこともありまして、もうハウス内の気温もしっかりと、温度もね、しっかり取れるんでね、こんな感じで灌水を行っています。全体の様子はこんな感じです。はい、ではですね、お店のハウスに来ました。ここから今ね、時間3時半前ぐらいなんですけど、これからですね、ここはね、だいぶ日がこうちょっと陰っちゃうんで、ちょっと早めに閉めます。今からね、中、内張りをしっかりと閉めていきます。ちなみにイチゴ割りのポスター、こんな感じです。はい。面白いですね。はい、こんな感じのポスターです。じゃあ、しっかり閉めていきまーす。はい、ではですね、仕事全部、まあある程度終わりましたんで、ここからは、配達ですね。ちょっと後ろにね、ちょっとイチゴがあるんですけど、このイチゴを旅館さんに持ってって今日は終わりになりますんで、とりあえずね、このイチゴを持ってきながら奥さんの実家の方に向かっていくって感じですね。とりあえず行きましょう。はい、じゃあ行きます。はい、行きます。はい、ではですね、配達終わってですね、今ちょっとコンビニに来てるんですけど、コーヒーね、ちょっと僕だいぶ好きで、まあ日中にもね、紹介したんですけど、このコーヒー、ファミリーマートさんの、こちら、はい、これめちゃめちゃ美味しいんでね、こちらも、ぜひ、飲んでない方、まあいらっしゃらないと思うんですけど、これもめちゃめちゃね、僕好きなんでね、おすすめなコーヒーです。もう今コンビニのコーヒーめちゃめちゃ美味しいんでね、ほんとすごいですよね。じゃあこれからね、奥さんの実家に向かっていけます。1時間半ぐらい走るから、とりあえず行きまーす。はい、ではですね、奥さんの、実家に到着しました。はい、じゃあこれからですね、大晦日、ちょっとした食事会やっていきたいと思います。はい、カイドウくん、こんにちは。久しぶりの登場ですね。バーバン、はい、そうですね。はい、じゃあ今日何食べるの。このぐらい、はい、麺ね。はい、麺、はい、麺食べていきましょう。麺、はい、ではですね、奥さんの実家からですね、はい、帰宅途中になります。またしてもですね、コンビニに来て、ここからまあコーヒーを買って、
まあ、帰ろうかなと思います。まあ、たくさんね、夕食いただきまして、本当に、ちょっとの、時間しかちょっと入れなかったんですけど、本当ね、いい大晦日過ごせました。これから帰ります。はい、ではですね、自宅の方に到着しました。明日はね、元日、吉村農園の方は、ちょっと、今シーズンというか今年はですね、お休みいただいてるんで、まあ明日はちょっと割とゆっくり、過ごせるんで、まあこのまま、まあお風呂に入って、まあ寝ようかなと思ってます。はい。では皆様良いお年を、また明日も動画撮ってきまーす。おはようございます。はい、明けましておめでとうございます。まあ今日もね、一日やっていこうかなと思うんですが、まあ本来ね、元日、いつも吉村農園の方では、営業してたんですけど、今年の元日はちょっとお休みなんで、まあ、だいぶゆっくりね、ちょっとね、朝の方もさせていただいて、久しぶりにちょっと、がっつり寝ましたね。で、まあ、こっからですね、まあ、ハウス開けたりとか、まあ、通常作業の方に戻っていこうと思います。はい。ではね、こちらは社長のハウスの方に来ました。はい。どこにいるんでしょうか。液肥かな？冠水中ですかね。冠水中ですか？冠水中ですか？冠水中。あ、おはようございます。明けましておめでとうございます。どうも。ありがとうございます。お客さんが来て。お客さん来てました。あ、今日これ一応昨日から僕撮ってる元日から、そうなの。あ、大晦日から元日の動画なんで、すいませんね。はい。動画回します。はい。よろしくお願いします。はい。はい。今日一応、今日分の動画を出さなきゃならないんで。出すよ。なんで、動画撮影もよろしくお願いします。はい、ラジコ？あ、まあ、午後ぐらいでいいかなと思ってます。はい、ちなみにここはですね、いちご狩りのハウスになるんで、はい、こんな感じで、2日からですか ?3 日ぐらいから入れるハウスですか、ここは。ここは3日だな。はい。たくさんなってます。はい、そうですね、はい、ちょっと、はい、こんな感じで。たくさんなってます。はい。皆さんのお越しを待ってます。はい。よろしくお願いします。はい、ではですね、早速ですね、ハウスの方を開けていきたいと思います。まあね、最初、まあ朝一発目なんでね、片側換気でちょっとね、やっていこうかなと思います。では開けてきます。はい、ではですね、ハウス開け終わったんですが、まあ今日はね、お店休みなんですけど、ちょっとこんな感じで、頼まれてる分がね、ちょっとどうしてもってことでありますんで、まあこれをね、ちょっと今から仕上げてきます。まあちょっとと言っても、まあ四つ箱で5箱分ぐらいあるからね、ちょっとしっかり取るような感じになるんですけど、まあちゃちゃっとね、今からこちらのハウスで決めていきたいと思います。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。はい、ではですね、先ほどちょうど頼まれていたね、こちらのイチゴをちょっと取り終わりました。まあ取り終わったと言ってもまだこれだけじゃなくて、あともうちょっとあるんでね、これは1件分なんで、まあこちらは今からパッキングしてね、ちょっと配送というか持っていこうと思います。はい、ではですね、またしてもこのハウスの方に戻ってきました。で、一応ね、先ほど明け終わったんですけど、ハウスの方のね、温度だいぶ暖かくなってきた、温度が取れるようになってきたんで、まあこんな感じでしっかりとハウスを開けました。ここはスカイビリーなんだね。片側換気のままなんで、こんな感じで。で、こっちのね、ハウス。ここはね、白いちご、ミルキーベリーなんですけど、こっちはね、中、内張りを両換気して、外をこんな感じで少しちょっと開けてるって感じで。午後になったらもう一回ちょっと開けるって感じですね。2回目のハウス開けが終わりました。はい。ではですね、今からですね、YouTube の撮影を行っていきます。まあ、元日のね、今日出しの動画を今日出すって感じなんですけど、まあ、しっかりと撮っていきます。はい。ではですね、圃場の方に来ました。今ね、こう、ちょっと音がするんですけど、今からですね、この陽面散布を行っていきます。先ほどね、動画撮り終わったんでね、ここ一応スカイベリーのハウスなんですけど、昨日かけられなかったんで、今からかけていこうかなと思います。はい。ではですね、陽面散布終わりまして、一回ね、自宅の方に帰ってきました。で、今日のお昼、こんな感じです。はい、こちらはね、奥さんの実家から、はい、いただいた、もつと、あとは、ペヤングですね。全然、お正月気分がありませんが、食べていきます。このね、本当に、なんだろ、これ、もつだ。もつ煮込みめちゃめちゃ美味しいんですよね。本当にこれ、好きで、いただいてきました。早速食べていきます。はい、ではですね、今から、こちらの、プレートですね。まあ、こっちがプレートなんですけど、こちらのプレートをいちご狩りハウスの方に設置していきます。
はい、ではですね、プレート立て終わりました。まあこんな感じでね、あのいちご狩りのハウスの方は17品種入っておりますんで、こうやってプレートをね立ててあげないと、なかなかちょっと品種パッと見でねお客様が分かりづらいところもありますんで、こんな感じで、はい、プレートを立てましたって感じです。はい、ではですね、ハウスの方に来ました。はい、今からハウス内張り閉めていきます。はい、ではですね、ハウス閉め終わりまして、一度お店に戻ってきまして、まあこっちね、こっちはね旅館さんに持っていくイチゴと、こっちは配送するイチゴですね。まああの昨日もちょっと動画で撮ったんですけど、ここ最近吉村農園の方ではこんな感じで、配送する場合はですね、このプチプチをこの前の部分にこう最後に巻いてね、こう発送するんですけど、これめちゃめちゃやっぱりね、こう見た目もいい感じで、あの何回か試験的にやってみたんですけど、痛みも少ないんで、これおすすめですね、このやり方ね。はい、ではですね、圃場の方に戻ってきまして、今ちょうどねウォーターカーテン出してる最中なんですけど、まあちょっと1時間ぐらいですね、ここからあの管理作業の方を行っていきたいと思います。はい、ではね、1時間ほど作業をしたんで、まあ今日はねちょっと上がろうかなと思います。とりあえず明日やればここは終わるかな。あ、こんな感じで、作業は今日は終了って形になります。はい、では夕食は雑煮食べていきます。なんかここに来てやっとお正月気分を味わえそうな感じです。しっかり食べていきます。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、大晦日から元日の48時間撮ってきましたって形で、まあね、今年に限れば、まあ、あの動画の最初の冒頭でも話したんですけど、元日ねちょっとお休みいただいたんで、すごくねゆっくりさせていただきました。まあなかなかものしっかり休むっていうわけではなくて、ハウスの中のこの管理とかはねあったんで、まあ、ちょこちょこ仕事はしてたんですけど、それでもねなんかすごく体が休めた感じがしましたんで、ぜひねもういちご農家さんによっても元日から仕事してる方もいらっしゃったかと思うんですけど、たまの休みっていうのは必要かなと思います。特にいちご農家さんは収穫期が非常に長いんでね、まあ、そういうのも必要かなと思いますんで、ぜひぜひあの参考になるか分からないけど参考にしていただければと思います。で、最後になんですが、今年ですね、まあ最初にもお話ししたんですけど、チャンネル登録者数1万人をちょっと目指しておりますので、ぜひね、まだチャンネル登録してないよって方、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。最後に行きます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、1月2日、店の方も1日休んで2日からオープンっていうことで、新たにね、スタートっていうことで、お客さんの方もたくさんお見えになって、いちご狩りの方もね、30分ぐらいの予定で、ちょうど お客さんが行列ってことではないんですけど、並んでくれたお客さんでちょうど終わっちゃったっていうことで、なかなか、難しい、もうちょい長くやりたかったんですけど、いつも決まった人数だけをハウスの方へ案内して、お客様にね満足して、美味しいイチゴを食べてもらうっていう基本のもとにやってるんで、時間もちょっと早く終わったっていうことで、なんとなく心持ちね良かったなと思ってます。いちご農家の人もね、いろいろと正月は休んだうちが多いと思うんですけど、また新たにスタートっていうことで、気持ちを切り替えて、一緒に頑張りましょう。はい、こんにちは。定番である紅ほっぺ、かっこのいちご狩り農園では多く作られている品種です。こういうふうにたわわに実るっていうことで、大きなの芽が取れたいんだらば、この小さいのは取っちゃった方がいいんです。大きく伸びるんです、これは。で、花数も早くから和製品種なんで、こういうふうに実がたくさんなります。